11月23日月曜日祝日、入山明子のつれづれ日記。今日はイオンモール日の出。いつもは1階のショッピングセンターの中でのキャンペーンでしたが、今日は初めて2階にありますホールをお借りしてのキャンペーンに参加させていただきました。イオンモール日の出はとにかく大きなモールで、ホールに行く間も控え室から一人では行けなく、案内をしていただいてようやくたどり着いた感じでした。今日もご来場いただいて応援くださった皆様、ありがとうございました。感染対策も万全で、安心安全に歌を楽しめる場所を提供くださったこと、感謝申し上げます。大沢桃子さんともお帰りになる際にご挨拶ができ、藤井可愛さんとはお写真を撮ることもできました。今日は東京タレントさんにお世話になりまして、なんと楽屋にいる間に突撃のカメラがやってきて、楽屋でも撮影をされましたので、いつか皆様にも YouTube チャンネルご覧いただけるようになるそうです。自宅からイオンモール日の出は思った以上に近い場所にあり、今日もキャンペーンを終了した後に久しぶりの皆様と、密を避けながらマスクをしたままティータイムを楽しむことができました。 CD、DVD 付き CD お買い求めの皆様に、ブルーのボールペンとマスク、今日もプレゼントさせていただきました。寒くなり乾燥する季節、どうぞ元気にお過ごしいただきたいと願っています。それではまた明日、おやすみなさい。